上空から見る、篠山城一本丸二二の丸三三の、丸エッジ大手門内堀と石垣外堀、南面小室前の大書院1943年、大書院大書院、次の間、篠山城の模型篠山城石周辺の航空写真1975年、篠山城は、兵庫県丹波笹山市北新町にある日本の城石。篠山盆地の中央部、笹山と呼ばれる。 小丘料に築かれた平山城で、篠山藩の藩長であった。国の史跡に指定されている。以後、松井松平家一代、藤井松平家二代、片野原松平家五代、青山家六代の歴代篠山藩主を経て、明治を迎えた。復元、整備場周辺の整備が進められており、2000年4月には、二の丸御殿の中心的建物だった、大書院が復元された。 対処員は一般公開されている。堀に不法投棄される自転車などのゴミや、増える外来種を駆除するために、堀の水を抜いて作業するなどして、水質を改善する活動が行われている。令和元年7月、三の丸南広場の整備が終わり、共用が再開された、城は内堀と外堀を許し、内堀内に本丸と二の丸を設ける。 外堀の外周は一辺約400メートルのほぼ正方形で東、北、南の門には舞出しを設置して守りを固めていた。二の丸を囲む土塀はところどころ屏風折りに外側に突き出しており狭間の四角を少なくする工夫がされていた。追記当初より天守台はあるが天守は建設されなかった。これは石垣や堀をはじめとする城の作りが堅固すぎることを 幕府が懸念したためと伝えられている。三の丸に上級武士、外堀沿いに中級、下級武士、外堀南に足軽長屋、街道沿いに町や社寺が配置された。現在、三の丸には北と南に広場がありで干賞祭りや、篠山 ABC マラソンのスタートゴール地点などの催し物にも使用されている。外堀沿いには桜が約千本。 植えられている。これは1915年、篠山朝青年会が大正天皇即位を記念して東堀に植樹したことに始まる。前田氏の意向がよく残っており、1956年12月28日国の史跡に指定された。いずれの門か不明だが、市内金正寺に三門として一区現存している。兵庫県丹波笹山市北新町二の三。 西日本旅客鉄道福知山線、篠山口駅より、新規グリーンバスで17分、2階上下車、南へ300メートル、城の北側に、市営駐車場あり、ありがとうございます。